ドキュメモ GS2 前回の続きからプレイしていきましょう。さてどうしようかな。誘ってみるかい。どういうのが好きなんだろう。ハロー、あ、クリス君、私未練男だけど。おー、うーべよな。何が？え？君の可愛い声聞きたいと思ってたとこやね。どないした？明日どこがいいんだろうな。美術館とか、なんか博物館行ってみるか。博物館っていうより美術館とかあればいいんだけど。24日に博物館行かない？神様からのプレゼントやわ。え？その日ぽっこり予定が空いとって。ラッキーやね、君も僕も。本当？じゃあ24日に公園入り口で待ってるね。オッケー、楽しみやな。よかった、早く24日にならないかな。よし、じゃあ部活？デートに行く。どうなんだろう、セクシー系ってどうなんだろうな、好きなのかな。ちょっと試してみるか。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君はいた。ごめんね、待った。どないしよう、たこ焼きやろ、今川焼き、クレープ、ジュース、それから、え、ペナルティや。あ、パイ焼きもええな。冗談やけど遅刻はあかんで。すいません。はい。ええー、な、それ。え、この服？うん、なかなかイケてるんじゃ。最上級ではない感じか。この服気に入ってくれたみたい。今何の展示してるんやろ。入ってみよう。そうだね。変なもんがいっぱいあるで。これ何に使うんやろ。変なものってなんだ。デザインって面白いねって、いいんじゃない。そうやな。お、いいね。こういうの見ると僕も負けてられへんなって思うわ。やったね、バッチリ好印象。楽しい時間はほんまにあっという間やな。また呼んでや。あ、待ってや、家まで送るわ。ほう、ほう、ハリーと違うね、送ってくれるんだ。そっか、ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな、おやすみ。男ちゃん。男ちゃんが気になるな。クリス君に送ってもらっちゃった。これあれか、そもそも高いからか。何、好感度高いからこうなってんのかな。お、ちょむちょむ。みねさん、よければ一緒に帰りませんか。ほう、別に。よくてよ、一緒に帰ろう。これはだってダメなんでしょう。寄り道は多分ダメなんでしょう。では行きましょう。うん、行こう。楽しく下校しただけか。だけなんだ。芸術なかなか上がんないな。とりあえずもう一回誘ってみるか。この辺は一緒か。OK。来週、どこ行こうかな。遊園地とかどう？遊園地に遊びに行かない？神様からのプレゼントやわ。これも、あれか、ぽっこりか。よし。で、そうだな、やっぱ芸術系もっと上げときたい気持ちはあるんだけど、吹奏楽部の活動するか。まあ、学力も上がるもんね。ちょうどいい。運動がもうひどい。魅力とかも上げないといけないのかな。そういえばもうすぐ会長の誕生日だ。プレゼントどうしよう。買いに行こうか。
なんでもいいっちゃいいんだけど。受けるジョーク集。ああ、これいいんじゃない？いや、でも、どっちだ？どっちかだと思うんだけど。ホイッスル。プレゼントもちゃんと用意したし、頑張って渡すぞ。今週はバッチリ、頑張ってね。お。部活、楽しそうやな。高校生活満喫っちゅう感じや。せやな。やったね。会長。峰君、廊下は歩きたまえ。そうでした。今日誕生日だよね。はい、これプレゼント。僕に？うん、どうぞ。よく覚えてるな。開けるぞ。そんななんか緊迫感あるような開け方せんでよ。これは使いやすそうだ。君の気持ちに感謝するよ。使いやすそうっていうか、高いホイッスルって音がいいんだよね、確か。うん、割と喜ん…割とってことは星空の方が良かったのか。そんなロマンチック系だったのか。そうか。とりあえず服だけさらっと変えとくとして、ちょっと他のも試してみたいな。ボトムをなんか別のに変えるか。何色が好きなんだろうな、そもそも。エレガント、エレガント系ってどうなんだろう。呪い。全身と、今何月だ。10月か。10月でこれはきついな。ちょっとスポーツ系行ってみるか。ハリースポーツとセクシーだったから、逆になんかこういうのだとどういう反応するのかちょっと気になるな。待って、また遅れたのか。待った？そんな急がんでええって。転ぶで。あら、優しいじゃないの。僕だけのために走る。可愛い君を見れるも特権やと思うけど、遅れるときは連絡してや。そしたらどないしたんやろうってハラハラも少しだけ減るし。いるよね、その連絡しない人って。めっちゃやだわ。ごめんね。わー、何この服、どこが変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもらった。これが一番いいのか。いやー、似合わたる。好きやわ。でも芸術系なのにエレガントじゃないんだな。やった、クリス君に褒められた。これって上がってんの、好感度？フリーパスもこうだし、行こか。え、そんな毎回来るつもりなの、この子は。どれ乗りたい？せやな、メリーゴーランド前気に入ってたよね。行こ行こ。どうしよう、どれに乗ろう。やっぱし白馬やろか。二人で乗るんだったらなんか馬車みたいなやつの方がいいんじゃない？結局そうじゃねえか。これあれか、周りの方が早いのか。だから。おとこちゃん、どうやった？せやな。あー、どれだ。プリンセス気分。気分やなくてプリンセスやったで。笑顔がめっちゃキュートやった。めっちゃ褒めてくれんな。気持ちがいい。とても気持ちがいい。帰りたくないくらい楽しかったわ。君はどうやった？うん、楽しかった。そっか。そしたらまた二人で遊ぼう。話しとりへんな。やっぱ好感度高いんだな。時間大丈夫やったらどっか寄って帰らへん？え、ああ、大丈夫だよ。やった。ほんなら行こうか。うん。ねえクリス君。ん？あー、どうだろう。スポーツはあんまりあれだろ、微妙だよね。食べ物とかどう？クリス君は日本の食べ物で何が好き？何でも好き。日本の料理はヘルシーやし。そうかな、天ぷらとか重いけど。お母ちゃんも一時凝ってたわ。納豆とオクラのアボカド和えとか。うわ、なんかベッタベタしてそう。へー、
こっち来て一番感激したのはライス専門調味料やな。ライス専門調味料ってなんだ。酢か。あ、ふりかけ。うん、なんでわかるんだよそれ。あれはほんまに感激やったわ。うちに行さんあんで。ふりかけも日本食っていうのかな。他のとこってないのかな。ないのか。ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ。男ちゃん。クリスくん。クリスくんに送ってもらっちゃった。おー、どうしようかな。魅力とか上げた方がどうなんだろう。吹奏楽の活動、めっちゃ絵描いてみるか。とりあえずクリスに電話して、この辺は一緒だから、うーん、どこに誘ったら喜んでくれんだろうな。なんかそういうのあんのかな。森林地区、植物園とかどうなんだろう。微妙かな。あんまりそういうキャラでもない気もするしな。羽ばたき山。動物園ってどうなんだろう。でもあんまり動物園ってキャラでもないしな。繁華街、映画とか行ってみるか。映画見に行かない？電話もろただけでも嬉しいのに。あ、俺以上喜ばせて君は僕をどうしたい？映画好き？もちろんオッケーやで。その日の僕の一日は君のもんや。じゃあ14日に駅前広場で待ってるね。それじゃあね。なんで？別にどっちから切っても一緒じゃない？あ、クリスくんがめっちゃ見てくれてる絵。グズグズしてたらちょっと遅くなっちゃった。あれ、あそこにいるの？水島さん。うん。どうした？もしかして待っててくれたの？うん。ねえ、屋上行かない？え、何？怖い。いいよ。どうした？なんか悩み事か？よかったら聞くで。どうしたの？ねえ、もうお互い正直になろう。え、何？何？本当に何？え、ゆり展開ですか？正直に？辛いの。いえ、マジで。私もクリス君のこと好きだから。水島さん、だからあなたの前ではもうこれまでみたいにしてられないと思う。私、嫌な女なの。言ってる意味、わかるよね。うわ、俺こういうなんか遠回しに言ってくるやつめちゃくちゃ嫌いだわ。え？うん、わかるよ。よくわかるよ。ありがとう、正直に言ってくれて。じゃあ、先に帰って。私、もう少しここにいるから。うん、じゃあね。悲しいけどいつかこうなるんだもん。よかったんだよね。え、何？え、ちょっと待って、水島さんともうお姉ちゃん絶縁ってこと？いる？はい、すいません。うん、今開けるね。どうしたの、ゆうくん、ずいぶん真面目な顔しちゃって。その何？水島さんとなんかあった？私、お姉ちゃんより綺麗って聞かれた。口先女じゃねえか。なんか前に会った時と違うんだよな。もしかして喧嘩した？一方的に嫌われた。え、まあ俺が言うのもなんだけど、今まで通り一緒に遊んでれば仲直りできると思うんだ。いや無理でしょ。今まで通りに遊ぶか。そうだね、今のままじゃ辛いだけだよね。今まで別に遊んでないけどな。あ、西本さんと一緒か。珍しいな。ちょっと
西本さん、ちゃんと掃除してください。デコ出しペアか。後でやるから見逃してや。まったくもう。ちよみちゃんも大変だな。ちよみさんやったな。絵描いてめっちゃ笑われてるけど。あ、サイくんだ。テルトン、テルトン。念のために聞くけど、それ俺のことじゃないよな。お主のことでござるよ。え、あの、嫌だった？嫌だ。控えめに言っても嫌。言っちゃった。今の呼び方気に入らなかったみたい。悲しいね。映画ってか結構スポーツ系がいいって分かったから、スポーツ系でねってって、これでいっか。上に重ね着しただけでもいけるかな。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、まあ、いた。ごめんね、待った？そんな急がんでええって。転ぶで。これは一緒か。遅れると。これは一緒で。そ、え？ね、10月でしょ。ひょっとしたら熱あるんと違う？無理はあかん。ちょっと暑すぎたみたい。いい、でも10月でしょ。あ、時間ギリギリや。ちょい急ご。分厚すぎたか。うん。間に合った。あ、ポップコーン買うてくるの忘れてもうた。これどうやって続ける予定なんだろうな、この映画。ああ、どうなんだろう。好きなのかな。最高だったね。あ、ダメか。最高にはもう一息。お塩ひとつまみ欲しいとこやったな。まあまあかな。朝からずっとお疲れ様。また二人で出かけたいな。話したりへん。なあ、時間大丈夫やったらどっか寄って帰らへん？大丈夫だよ。やった。ほんなら行こうか。うん。ねえクリス君。うん。あー、音楽とかどうなの？興味ある？ピアノの曲が好きやな。あー、わかるわかる。最近で俺もね、デーモとかやっててめっちゃ聴くわ。ピアノの曲、クラシックとか。クラシック、ポップスのピアノアレンジ、ジャンル問わず。たまに僕も弾いたりするけど、聴く方がええな。弾けるんか、すごいな。へえ、クリス君ピアノ弾けるんだ。うん、ちょっとだけな。けど楽譜なんて関係なく好きに弾くんも楽しいで。二度と弾けへんけど、それがおもろいね。ああ、瞬間瞬間のなんか出来みたいな。本当に楽しそうだな。ありがとう、家まで送ってくれて。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ、男ちゃん。クリス君に送ってもらっちゃった。んー、どうしようかな。てんてんてんってなってんだけど。え、めっちゃ嫌な顔してない？なあなあ、男ちゃん、ちょっとええかな。クリス君どうしたの？あんな、君、今度の日曜日の予定ってどないなってる？空いてたらでええねんけど。あ、逆に誘ってくるようになったんだ。遊びに行かへ？ああ、空いてるよ。そしたらイベントホールに行かへん？イベントホール、
ああ、いいよ。よかった、ありがとう。空いてるよって言われてさ、言ってさ、イベントホールに行かないって言われて、いやちょっとって。それはないだろう。じゃあ今度の日曜日、羽ばたき駅で待ち合わせでいい？うん、今からめっちゃ楽しみやわ。ちょっとやそっとじゃ忘れられへん一日にしよう。ほんなら日曜。クリス君からデートに誘われちゃった。俺はこの子にどういう顔を向けすればいいんだ。てか俺いつまでガキで、すごい微妙な顔してるもんな。魅力も上がんないし。はい、ということで、じゃあ次回向こうから誘われたデートの方に行きましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。